こんにちは、シュゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部天心です。シュゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなことこんなこと、世の中にあるこんなことはスピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回またまたご投稿いただきました。ご投稿いただいたのはハンドルネームマサさんからになります。マサさん、ご投稿ありがとうございます。それでは早速投稿内容を読んでみたいと思います。天心様こんにちは。いつも興味深く拝聴しております。天心様のおかげで霊的な世界やその考え方への認識が確信に変わり、日々の心の拠り所となっております。心から感謝しています。早速ですが質問させていただきます。先日叔父の知り合いの霊能力を持っている方にお会いし、私自身を霊視していただく機会がございました。私は現在23歳で入社して間もないのですが、その方には今の会社にずっといることはなく独立するだろうと言われております。そこで天心様にお聞きしたいのですが、未来を霊視する際には何かビジョンとして見えることがあるのか、それともその人の気質や才能から未来を見抜いているのか、どうやって見えているのでしょうか。また霊視をしてもらう際に名前、フルネームと生年月日をお伝えしたのですが、名前や生年月日は霊視する上で何かヒントになる情報なのでしょうか。非常に気になったので質問させていただきました。お答えいただけると幸いです。また今後も日々更新を心待ちにしております。よろしくお願いいたします。ということでご投稿いただきました。マサさん、ご投稿ありがとうございました。霊視というねジャンルの、どうでしょうね、これを占いと位置づける人もいますし、そうではないものとね、占いとは違うという位置づけをする人もいますし、霊視という言葉は結構広く使われておりましてね、このスピリチュアル界隈では。で、いろんな方がいろんな意味合いでこうね、霊視という言葉を使っておられるので、霊視とは何なのかということを単純にこうだっていうふうに決めつけることは非常に難しいと。それはだからその霊視という言葉を使ってらっしゃる方がどういうふうに運用されているのか、どういう意味合いで霊視を霊視と呼んでいるのか、そういうことをですね、いろいろとこうね、紐解いていかないと、なかなかその霊視とは何かということを単純には言えないんです。で、そのね、お知り合いのおじさんのそのお知り合いのね、霊能力を持っている方というのが、どういった意味合いで霊視を考えておられて、どうやってその霊視というものを活用して、その人のね、さまざまなその運命的なものだったりとか、あるいはその人の持っているものね、ポテンシャルだったりとか、そういったものをどうやって判断しているのかというのは、本当にその人それぞれのね、方によって異なるものなので、絶対的なこうであるっていうね、答えはなかなか言いづらいということがまず一つ言えますと。それをまず一つ踏まえていただいた上で、私なりのその霊視というものをね、もう定義とか、あとどうやってその霊視というもので物事を判断する際に何が必要になってくるのかということをちょっとね、今回はお話をしてみたいかなと思います。で、まずですね、霊視というのは読んで字のごとく霊を見ると言いますけれども、霊とは何かというと、霊的存在のことであったり、霊界の存在であったり、そういった霊性というものも霊だし、霊というのは非常に様々なものを包含した概念なので、非常に難しいんですけれども、霊視をする場合は、霊的なものを見るわけですから、どう見るのかというと、簡単に言うと一つはビジョン的なものを見るわけですね。霊的なビジョンですね。これを見るわけです。ところが、霊的なビジョンを見ると一口に言いましても、その見えているものがね、何なのかっていうのが非常に難しいわけです。例えば、それは憑依している何らかの霊的な存在を見ている可能性もあるし、それこそあるいは憑依というよりは、守護してね、守護して付き従ってくれている守護霊的な存在を見ている場合もあるし、あるいはその人の背後に持っている霊界、中でも可能性ね、未来の可能性霊界ね、これからこういう流れでいきそうだっていう霊界を垣間見ている場合もあるし、あるいは過去のアーカイブ的なものを見ている場合もある、あるいは過去といってもその根性の過去じゃなくて過去性の方を見ている場合もあるし、あるいはその人の心根の状態を表している霊波動の状態が
象徴的な形でビジョンとして見えている場合もあると、ね、あるいは雑念的なものをこう拾ってしまっている、ノイズ的なものを拾ってしまっている場合もあると。なのでその霊的なものを見るといってもいろんなものが見えているわけです、ね、でそれは何なのかっていう判断は単純に見ているビジョンだけを見ていては判断が非常に難しいわけです。何らかの判断基準を持っていないとそれが何であるかを決められないわけですね。なのでその大体その霊視とかでその、ね、判断をされる方というのはその人なりの何らかの、 その霊的な判断をする基準を持っているはずなんですね。それは人それぞれによって違うんですけれども、基準がないとただ見えたものが見えましたってだけになっちゃいますね。だからよくありがちなのが そういう基準を持たない方が、あなたの例えば肩の上にね、女の人の髪の長い女の人の生首みたいなものが見えますっていうわけですよ。え、本当ですか、なんか気持ち悪いから撮ってくださいって言うんだけど、いや私は撮れませんと、見えるだけですと。困りますよとね。じゃあどうしたら、ね、浄化してねそれなくすことできますか、私は何をしたらいいですか、いやわかりません、どうしたらいいのかもわかりません、私は見ているものを見てるだけ、お伝えしてるだけですね。これだとはっきり言いますとアドバイスにはならないですし、かつ見えているものを見えているだけ伝えると人を不安にさせたりとか、ね、余計な、ね、本当は見えなくて見えなかった方が良かったものをまでが認識してしまって余計にねマイナスに触れてしまうという場合もありますので、必ずそのアドバイスをすることをする場合には判断基準が必要になるわけですね。でこれは人によっていろいろありますと。でまずですね、ご投稿の中に、あったように、何でしょうね、その名前とフルネームと生年月日を、聞いたということなんですけれども、まずこれについてちょっとお話ししてみたいかなと思うんですけども、まず相手のねその霊的なものを見る際に必ずしなければいけないことがありまして、それは相手の意識、相手の霊界に接続する、別の言い方をするとチャンネルを合わせるっていう、いうことをしなければいけないんですね。でそれはどういうことかというと、例えばすごく分かりやすい例で言えば、ラジオとかテレビありますよね。テレビの方が分かりやすいかな、テレビっていうのはいろんなチャンネルがありますよね、テレビ局に応じて。で私たちはその私たちのこの空間にはいろんな電波が飛んでるわけですよね。いろんな電波が飛び交ってるわけです。携帯の電波もあれば、なんかパソコンから発せられる電波もあれば、テレビの電波もあれば、ラジオの電波もあれば、あるいは何らかの無線でこう通信している電波もあれば、いろんなものが飛び交ってるわけです。でそれは基本的には見えないわけですけれども、ただしテレビという道具を使った場合にテレビはテレビの電波をキャッチすることができるわけですね。それはなぜかというと、テレビの方でそのテレビ局から飛ばしているものだけをにカーソルを合わせてこう受け取ろうとするからですね。だから例えば、なんかわかんないけど日本テレビの番組見たければ、日本テレビのチャンネルの周波数に合わせると、映るわけですよね、その放映している番組が。でもラジオ番組だったりとか、他のテレビ局の番組だったりとか、携帯の、電波とか、あるいはどこかの無線機が発している電波は拾わないわけですよね。なので霊界に接続するっていうのは、ちょうどその電波にこう、合わせる、チャンネルを合わせるのに似ています。そのためにはどうするのかっていうと、トリガーポイントって呼んでるんですけど、私はね、その霊界の状態をパッと受け取るためには、その接続するね最初のきっかけとなる情報が必要なんですね。それは何なのかというと、人によってそれどういうものをトリガーポイントにしてるかっていうのは変わってくるんですけれども、例えば人のその人の目を見ると分かるという人がいます。その人の目を見た瞬間、その人の霊界にバンとつながる、あるいはその人の話を聞いていくと、いろんな話を聞いたり相談を受けたりすると、その時にパッとこう接続する場合もあると。あるいはその人の持ち物などをこうちょっと触れたりすると接続しやすいという人もいますと。
まあ、いろんなトリガーポイントが考えられるので、あの人によってその何が一番やりやすいかっていうのが違うので、これもまたいろいろあるとは思うんですけれども、おそらくわからないですけど、このおじさんのその知り合いの霊能力を持った方というのは、名前とか生年月日の情報系のところからこう接続に行くっていう、ね、でそういったことをされる方なんじゃないかなということが、まあ一つ考えられますと。でまずですね、そういうものトリガーポイントがないと、まあ、霊界にチャンネルを合わせられないから、まあそういったものが必要になったんじゃないかなというのが、まあ一つの答えかなと思うんですね。でまあそれだけかというと、おそらく、まあ、ここから先は本当に想像に過ぎないので、もしかしたら全然違うかもしれないんですけれども、まあ、先ほども霊視だけで判断しようとすると難しいって言いましたよね。それはどんなでものを見ているのかっていうのが判断、自分なりの判断基準がないと、それが憑依している霊を見ているのか、未来の可能性のビジョンを見ているのか、過去のアーカイブを見ているのか、個性を見ているのか、霊波動の状態がビジョンとして見えているのか、何らかの象徴的なサインなのか、ね、雑念的なノイズなのか、ね、その辺がわからないので、その辺の判断ができないので、判断基準が必要で、判断基準として一つの方法としてね、全てを霊視のビジョンだけでこう判断するとわからない、なのでもうちょっと違った異なる部分をぶつけて判断するという方法があります。大きく分けると、まあそうですね、霊的な解釈と現実的な常識的な判断、例えばね、そういうものを掛け合わせてこう意味付けをしていくということが必要なんですね。なので見えているものを見えているままに伝えても何の意味もない、何の意味もないどころかマイナスに働く場合もある。だからそのビジョンにどういう意味があるのかというのを多角的に検証していく必要があるわけですね。こういったプロセスが、まあ、サニワという言い方をしたりするんですけれども、サニワが必要になってくるわけですね。でこのおそらくこの霊能力を持っているとされている方は、名前と生年月日を聞いたってことは、おそらくですね、何らかの占い的な三名術だと思うんですけども、一つにはそういったものを用いていらっしゃるのではないかなと思います。というのは生年月日をがあると、大体その例えば四柱推命とか、あるいは西洋占星術、いわゆる星占いですよね、そういったものである程度その人の運命サイクルとか、ね、エネルギーのサイクルみたいなものが分かってきますんで、もちろんその三名術で全ての、ね、エネルギーがガチッと流れが分かるってわけではないんですけども、ある程度の流れっていうものがこう三名術でね、こう演算することができるので、まあ、そういったものも参考にしつつビジョンと照らし合わせて判断している、あるいは名前を聞いたっていうのはその、まあ、もしかしたら生命判断的なものも入れてるかもしれませんし、まあ、場合によってはそのゲマトリアみたいなね、カバラス秘術的なもので、まあ、判断しているという場合もありますし、まあ、そういう占い的なね、三名術的なものとか、そういうものを、ね、組み合わせて、その中で霊視のビジョン その解釈をしつつ、まあ、判断されてるんじゃないかなということが、ちょっと可能性としてはあるかなと思います。でまあ、そうするとですね、だから例えば霊視でビジョンで見えてきたものだけでは何のことかわからないことでも、例えばある程度の三名術でこの人はこう、ね、何年後かにその独立の金が来るようなエネルギーサイクルがあるなとかね、そういうものがあって、しかもビジョン的にそういう独立しているようなことを象徴しそうなサイン的なビジョンが見えてたりすると、この子は例えば将来は、ね、独立する方向にあるのかなという判断ができたりするわけですよね。2つ組み合わせると、ね、まあ、2つに限らず3つ4ついろいろと多角的に見た方がよりいいんですけれども、1つの方法として全く違ったあり方、ね、ビジョンとは全く違った方法で導き出されたものとのこう比較相対ぶつけ合って吟味する、そういったプロセスでその判断しているのではないかなというふうに感じられます。なので、まあ、この本当にね、そのなんだろうな、このおじさんのね、知り合いの方というのが本当の意味でどうやってるのか、その方に聞かないとまあわからないんですけれども、ね、ビジョンというものを、その霊的なビジョンというものをしっかりと多角的に判断していくためには、霊的なビジョンだけで見えたものだけで判断するんじゃなくて、いろんなもので吟味すると。そのためには、まあそのね、
場合によってその黙って座ればピタリと当たるじゃないけども、ビジョンだけでこう全部話してるという人もいるかもしれないけれども、それだけだとやっぱり間違える可能性もあるし、いろんなね多角的な判断ができない、アドバイスするにしてもいろんな見方ができないとやっぱりアドバイスとして伝えにくいというのがあるので、霊視というのは特にねもう見えるだけですからね、ある意味で言えば、ある意味で言えば見えるだけで、見えたものだけを伝えるだけではアドバイスにはならないと。だから多角的に見ていくということが言えると思うので、まあもしかするとそのおじさんの知り合いの方というのはね、三名術とかのその占い的なものと掛け合わせて判断されているのかもしれないということがまあ言えるかなと思います。まあそんなこんなでね、結構まあその一般的な人から見ると霊視っていうのはね、なんかこうパッと見たら全部全てが分かってね 100% 間違いのない情報をね掴んでるんだっていうふうにまあ思われてる節もありますし、実際それを喧伝してしまうような人もいらっしゃるし、あるいはいや自分の知ってる先生はねそんななんか比較なんてしてないと、目に見えるもので全部がね 100% ね判断できるんだってね、信じているという人もいるかもしれませんけども、まあまあそれはそれでね、そういうケースもあるのかないのかは、まあ私も全てのケースを知るわけではないので、まあなんとも言えないですけれども、まあ基本的には、まあそういうね、複合的なことをやりながら見ていくということが、まああるので、まあ一つのね、霊視ってどんな風に見てるんだろうっていうね、ことを考える上でね、まあそういう方法もあるんじゃないかなということで、まあ参考にね、考える際の参考にしていただければなと思いますけれども、まあこういうね霊視っていうのも本当にいろいろ千差万別あってね、見え方も千差万別あるし、どういったものにチャンネルを合わせるのか得意な人ね、霊的な存在を見るのか得意な人もいれば、可能性の未来霊界を見ることが得意な人もいれば、過去性とかを見る人が見るのが得意な人もいればっていうね、本当人によって変わってくるものなので、まあ一概にこうだということは言えないということは、まあ再度ね、まあ申し上げておきたいですけれども、まあまあそういうこともあるんだなというぐらいに今回のお話を受け止めていただければなと思います。ということで今回もね、シゴスピラジオをお聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますので、よろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなどでも情報を発信していますので、そちらもフォローよろしくお願いいたします。また、シゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。